じゃあ今からローラー巻きます。出勤に来てくれるといいね。そう楽だよ、ね、ありがたいね。さっき持ってました。本当だよ ね、 ね、引き落としが一番楽だけどさ、うん、でも持ってくるのも大変だよね。え？毎月毎月お金持ってくっつうのもさ、そうそう手間がね、大変じゃない。お金出すのが一番嫌だけどさ、選挙のさ、そのお手伝いってさ、はい、選挙のお手伝いする人ってさ、はい、何をするの？受付受付受付と接待、受付事務所、受付、その人の事務所に人が来るから。そうそうそう。へー、だってさ、受付してさ、来て何かを持ってくるわけでもないんでしょ。陣中見持ってくるじゃん。え、陣中見、あ、陣中見持ってくる、うん、お酒とか、うん、まあ現金だね。現金持ってくるんだ、うん、うん。そしたら名前書いて金額書いてとか、そうそうそう、そういうのってさ、相場があるの？え？そういう相場があるの？金額とか金額は、いや、それは自由だよ。自由だろうけどさ、そ、相場なんてないよ。ない、ない、それは自由。一番下だといくらぐらいいけば、いろいろみんな満タイなの？いや、そんなことないよ。そんなことない、うん、3000円でも5000円でもいい。そうだよ。うん、お金持ってくんだ。お金とお酒とか。お酒は持ってかないね。お酒は持ってかないんかい、コミュニティの場合は。あ、そうなの、うん。へえ。品物だったらさ、何持ってくの？品物は受け取らないんだよね。あ、受け取らないんだ。うん、物品は確か。へえ。私なんかそういうことを知らないからさ、うん、みんな選挙のお手伝いって一体何するのかなってさ。